3月24日、消費生活センターで第44回羽村市消費者の日が行われました。第44回羽村市消費者の日を開催させていただきます。はじめに実行委員長の倉地敦子よりご挨拶申し上げます。ぜひね、おむすびと味噌だなってとっても簡単なお料理なんですけども、それでも自分で親の手を借りずに作って食べるものができたっていうことは本当にお子さんにとっては一つのね宝物ですから、それをこの先うまく伸ばしていっていただきたいと思います。じゃあぜひ映画とそれからそのおむすび作りと味噌の作りを楽しんで今日はお帰りいただきたいと思います。消費者の日はですね、昭和50年3月28日に羽村町の、その当時は羽村町でございます、羽村町の消費者センターが開設されたことを記念して、昭和55年に定めたもので、関係各位の皆様にご理解とご協力をいただき、今回で44回目を迎えております。上映会とおにぎり味噌玉作りを体験をしまして、子どもたちの、ね、食や健康に対する意識、自立心を育むきっかけになればというふうに考えております。今ですよ、小学生で 1%、 中学生で 1%、 あとは、子どもの生活の基本でなるんじゃないかなっていうふうに思っています。油揚げを細かく刻んだものです。でこちらがすりごまなんですけど、これ入れるとコクが出てとっても美味しいです。これが切り干し大根を細かく刻みました。みんな乾燥してますので、ちょっとお味噌でこう絡めて具材を足してこうやってくるくるって玉みたいに丸めてね、ごま入れたら美味しいですよね。こっちだと混ざるね。パスをしましょう。いいですか。じゃあ手を合わせますよ。はい、それではいただきます。料理ってすごいんだなと思いました。食べることは本当に大事なことなので、食べることを通じてこう、人の気持ちの優しさを育むっていう映画だったので、そういう心の優しい子になってほしいなって思います。他の学校とか、 なんかお弁当の日とかあるから、なんか自分の学校にもなんか言ってほしいって。ある日、私が仕事から帰ってきた時にちょっと体調が悪くて、ちょっとご飯作れそうにないような、ちょっと体調が悪かった時に、じゃあ私作るよって言ってくれたんですね。で、チャーハン作ってくれたんですね。それで、教えといてよかったなって思いました。やっぱ自分で食事を作れるような自立した大人になってほしいなと思いますね。